で、この前の山本拓也戦、はい、見事1ラウンド KO 勝利、はい、でどうでした実際。めちゃめちゃうるさかったんですけど、セコンドでもう一生声聞こえてました。なんかちゃん影のファインプレーかもしれない。やっぱめちゃファインプレーやと思います。はい、おいっす。おいっす。毎度。毎度です。おす。お兄と。はい。トグちゃん。おいっす。リクト。おいっす。これ今何してますかこれ。ね。今日はミツさんにね。いや、おいしい。え？これは祝勝会ね。あ、そう。祝勝会とチームリクトのね。はい、ねぎらい会ということでね、はい、今日はほんでちょっといろいろ貴重な時間をねちょっと使ってもらってね、いろいろ対談していこうかな、話いろいろしていこうかな、はい、はい、します、お願いします。いつも体をね守るトレーナーさせてもらってるんですけど、はい、今回はまあ今11月で、はい、ライジン31が終わってちょうど1ヶ月ぐらい、うーん、そうですね、いやまだ2週間、ね、2週間ぐらいね、2週間か、まだ2週間しか経ってないんですよ。でこの前の山本拓也戦、はい、見事1ラウンド KO 勝利、はい、でどうでした実際、どうやったかな、その感想的に。感想的には、うん、その何ですかね、最初ちょっと距離感とか合わず、うん、その山本くんがすごいそのめっちゃ近距離で、うん、戦ってきたんで、うん、で本当にこうびっくりするぐらい近かったんですよ距離が、はい、でそっから組みつきに来るんかなってそこを警戒してたんですけど、うん、打撃オンリーに来たんで、逆にそこにもまたちょっと予想外やって、なるほどね、で、まあ、そこら辺でちょっと距離感だったりとか、あとカーフキックがもうすぐうまかったんですよ、ちょっと特殊なカーフキックで、はい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 、柔道仕込みのカーフキックといいますか、足払いをちょっと足払いを使ったカーフキック、うん、特殊なカーフキックやって、そこでまたバランスも崩れ、まあ、ちょっとこうペース最初は握られたんですけど、まあ中盤ぐらいから、うん、まあこう打ち合いで来るならもうこっちも打ち合うで行く気やったんで、うん、そこでこうシフトチェンジして、なるほど、もうバチバチのその打撃のパンチの距離で殴り合おうと思って、まあああいう結果につながった感じですね。いやめちゃめちゃ技術的な話してくれたね。今までの試合と今回の、1ラウンド KO、大臣で多分初めてかな。そうですね、1ラウンド KO は初めてです。なんか意気込みというか、意気込みは全然違いましたね。違うのね。正直やっぱりその年末を試合に入れて、試合入れた試合やし、やっぱあの大会自体が盛り上がってなかったんで、なるほどね、正直ね、正直盛り上がってなかったんで、注目のも低かったし、だから斉藤選手のあれだけやったもんね、ポスターにもあるように、そうですね、大丈夫です、ありがとうございます、上がりもらっていいですか、はい、4つで、そうか、そう、やっぱだからそのやっぱ何ていうんですかね、その大会的にも注目されてなかったから、うん、まあ、このあの大会で一番目立つ試合をしようと思ってたんで、はっきり言って相手もやっぱりグラチャの2階級チャンピオンの山本選手で、はい、やっぱもう、まあ 今までの選手はボクサーとかもみんなもそうやって実力者なんだけど、はいね、やっぱ現役のまあ言ったらもうほんまにバリバリの現役のファイター相手にとってはもう申し分なし、そうですね、リクト君自身ではやっぱりこうなんかそのやっぱりどうそこに向かうにあたってなんか今までと違う、いや今回ね正直言って、うんうん、僕やっぱその下馬評ではやっぱ山本君すごい有利やったんですよね、はっきり言って下馬評では山本選手の勝利の多かったが8-2-9-1ぐらいで僕が負けるっていう声が多かったんですよ、マジで。その山本選手を知ってる人はあれは強いぞと、確かにめっちゃいい選手なんですけど、ただやっぱその一流の選手でやったことないと思うんですよね、打撃が強い一流の選手と、でやっぱもう僕フェザー級で打撃に関してはトップクラスだと思ってるんで、
そのやっぱそういう打撃 の, そのトップ戦線、まあ、トップクラスの選手と戦ったことがないんで、実際まだ10戦もしてなかったんで、やっぱ僕はもう18戦19戦してるんで、なんかねそこの経験の差を感じましたね、試合中に。なるほどね、はい、なんかやっぱこうもともとあの子潜在能力で戦ってたタイプだと思うんで、柔道か、柔道はね、そう本当に強いんですよ、潜在能力とかマジで突進力とかライト級とか の, あのチャンピオンクラスの選手をボコボコにするって聞いてるんで、僕はだから本当に強い選手なんですけど、そのなんていうんでしょうね、僕もだから試合でその中盤打ち合いで変えようっていうシフトチェンジしたじゃないですか。だからそういう彼はまだその経験が浅いから、そこのシフトチェンジはまだできてなかったのかな。思いっきりいくっていう一辺倒で、例えばその作戦とか立てんと自分のフィジカルの強さ組んだらいけるやろうみたいな感じの荒い感じで組み立ててきたから、やっぱそこの経験値を差を出ました。こっちはやっぱりこう、これあかんかったらこれ、これあかんかったらこれっていう計画は立ててたんで、途中で気持ちも折れたもんね。そうっす、結構ね。いやでも、いやもう明らかに聞いてるのに前へ前へって言ってたから、そこの根性というか気持ちは本当に素晴らしいなと思いました。僕正直ね、あの選手今後あのその多分今回の試合を経て、その作戦とか次から出てくると思うんですよ、次の試合からしっかり立ててやってきて。宮田さんのとこやな、はい、多分ね、僕はあの選手これから KO されないと思うんですよ、僕以外。あそう、はい、うん、っていうぐらいだと思います、あの選手のポテンシャルは。そう、確かに下馬評高かったもんね、はい、多分ほんま、多分後にも先にも僕だけじゃないですか、KO したのっていう感じですね、っていうぐらいいい選手だと思います。そもそも相手を小天板にする選手やったもんね。そう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 、本当に本当に。で唯一の負けが反則負けなだけなんで、しかもそれも試合圧倒してた上で、あのグラウンド状態で膝入れちゃって反則みたいな、もったいない敗戦やったんで。なるほどね。そうそうそう、まあでもまあまあそのうーん選手がこのタイミングで当たって、まあいい勝ちが出てきて、いや本当最初かった、ね、最初これマジでマジで言いますけど、マジで聞かされたっすから僕。あそう、俺マジで意識飛びかけたっす、ほんまに。あそう、意識は飛んでないけど、なんかほんまにあやばいって率直に思ったっすよ。あそう言ってたね。あこれやばいっていうぐらいパンチ聞いてましょう。そう、はい、ちょっとガチャガチャっとなったとこあったもん。そう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 、あの時で。そうだから最初飛び膝行ってね、はい、飛び膝はもう結構なんやろ、ギリギリで練習してたというか、これやろうかみたいな感じでやってたというか、オフちゃんとこうやってたんですよ。なるほどね。そうそうそう、ギリギリでやってて、でまあまあオフはもう作戦通り行ってほしかったんやろうから、めちゃめちゃうるさかったんですけど、セコンドでもう一生声聞こえてほしい。でもそのおかげで、いやでも本当ね、なんかちゃん影のファインプレーかもしれない。やめっちゃファインプレーやと思ったんですよ。勘高い子があの、ね、さらに勘高かった。そうそうそう。そうですね。でも足いって、まあ、何度か足をあのカーフとか試したんですけど、やっぱ距離とかその位置が合わなかったんで、なるほどね、うん、そこでやっぱさらに吹っ切れたっていうのがありますよね。オグちゃんの声でチームリクトの今回の意気込みは分かったもん。ありがとうございます。気合満点でしたね、オグの声。本当に。リーグと体とかは普段いつもトレーナーをさせてもらってコンディションさせてもらって、この前その前もあのトライフォース行かせてもらってさせてもらったけど、どう体の方はどうなの？体の方は別に試合を終えて、試合も体の方は全然ないよ。あの頭のダメージぐらいですね。やっぱめっちゃもらったんで、僕も言うて。あ、そう、はい、そんなに見えなかったけど、体のダメージはないです。頭のダメージ、さらに滑舌が悪くなったなって感じですね。いや全然いつもと変わらん、ハイテンションやけど。オグちゃん、ね、どうそう、オグちゃんから見ての総評。そうですね、うん、まあ、あの昔ながらのこうダークリッドが出て、ね、よかった、それが良かったなと思います。逆にこう作戦となって、こうなんかこう頭で考えて全然手が出ないっていうのがもう吹っ切れて、それでこうね、彼のいいところが出し切れたっていうのが良かったなと思いますね。お兄さんどう？僕はあの割とリップ席でちょっと近いところに見させてもらってたんですけど、でも角度によっちゃあのコーナーポストリングのあそこで見えないところがあって、でその見えないところでリクトがその山本選手のパンチをもらってたりして、音だけが聞こえたんですよ。で僕の前の
席に座ってる人たちは山本選手応援してるし、応援されそうみたいな感じで出て、え、これリブとやばいのでチラッと見た時にもうリブとかもヘロヘロなってもうこんなやつ、うわもうあこのまま負けるんやなと思ってたんですけど、でもその矢先ちょっとボディがバーンと入ったら山本選手の動きが止まって、なるほど、はい、あお兄ちゃんプロみたいなコメントだね。もう今の一番冷静に、ね、一番冷静に見てました。お兄ちゃんすごい人じゃない。まあその時の感想ですね。はい、いやもうほんま負けると思いました僕は。はい、身内なだけに余計な。そうそう、すごく嬉しかったですね。ゴング鳴った瞬間も立ち上がりましたね。なるほどね。で、ね、年末参戦表明のケラモフ戦やけど、したんですけど、まあ実際どうなんですかね。今11月のちょうどね、2週目ぐらいでね。まあ分かんないですね、正直。その本当に分かんないです。まあ年末声かかれば、もう年末に向けて僕は準備してますけど、もちろんしてますけども、まあかかればええなって感じですね。その辺はオグちゃんどう？僕に何の権利？いや、僕思うんですけど、オグちゃん来人事務所行って、はい、笹原さんあたりちょっと突撃アップ、突撃ね。それさっきちょっと言ってたんですけど、僕が突撃。陸と表、白川陸と表とかいろいろちょっと今後のなんか展望でちょっと何ね。ガラさんの話の相手になった気がして、僕のメンタルブレイクするだけですね。いやでもね、ケラモフ、でもどっちにしても次は多分、はい、そうですね、強い相手で、多分そこからがあの多分すごい評価されるというか、まあ、今回はすごい評価される試合になったと思うんですけど、多分ここからがじゃあトップ戦線に食い込めるかっていう試合にもっとなってくるのかなと思って、ね、そうですね、なんか今回の試合見てても、こう今までの相手もそれ、まあ、相手もあるけども、やっぱりこう、ちょっとね、そういう。危険性のあるような相手のものは、うん、ガッとこう力、本当意外とこう、なんかこう僕は、あのあれですよ、強い相手の方が燃えるし、そうすね、パフォーマンスを発揮できる。本当ダーク時代のドミネーターさんも言ってたけど、唯一のダークを取っちゃったっていう。そのダーク時代のあの黒が出たら本当に彼の名義恥ずかしい名前を外した先に外されたっていう言ってたよね。あれ面白いなってんけどね。ドミネーターさんドミネーターでそのまま続けてるけど、リクト君はそのダークを外してスマートにしながらリクト君言ってる。まあダークってちょっとやっぱイメージ悪いんでね、やっぱ来年はちょっとあんまり良くない、よろしくないですよね。いやでもアウトサイダーの時のリクト知ってるファンはやっぱり白川ダークを、そうやね、うん、そう、ほんで僕まあ唐突やけど、僕の治療ってどう？ちゃんとやってる？あ、治療は本当に成功っす。わってどういうこと？治療はマジで人間的みたいな。人間的なのはどうか知らないですけど、治療は最高っす。治療最高。はい、どうちゃん最高なの？やっぱりね、そのね、その違う人と、あの整体師さんでも。いろんな整体師さんやっぱ僕も見てもらってますけど、整骨院の先生とかやっぱ見方が違うっすね、水さんの。あ、そこ原因やのにそこ見るみたいな。でもそれを触ったら実際良くなったりするから、マジでみたいな。だからね、そう、施術のされ方一つから全然違うんですよね、水さんの施術。あ、すごいよ、ほんま受けてみたら分かるわ、本当に。確かにこうすぐに反応は出せる。そうですね。だってね、あのアスリートは特に一般の方って、一般のって言ったらあれやけど、そのうつの、まあ例えば日常生活する人の中の腰痛であったり、膝の痛みとかヘルニアとか変形とかいろいろあるけど、そういうのって日常の習慣とかその中で出来上がっていって、で今日は時間かけてそこの習慣も直していきながらいい状態で作っていくんだけど、ファイターとか、まあリクトの場合はファイターやし、アスリートとかで実用性のある体にしていかなあかん。要は症状が良くなるとかだけじゃなくて、じゃあそれを競技の中でどう発揮するのっていうところってすごい重要な部分で、だからそこがやっぱり
大事な部分、あのその時はいいとかその時なくなるっていっぱいあるんだよ。じゃあそれをどう生かすか、そこの、そこからの、自分の求めてる理想の部分に対してもどういうふうにしていくか、自己管理も含めて、やっぱりそういうところっていうのもやっぱり大事ですね。で、その治療がなかったら治らないっていうのがやっぱ良くないと思う。治療ってどういうのか、アシストに近い。で結局自分の中でこういろいろそういう番号を出していくお膳立てみたいなのがやっぱり治療だと思ってて、怪我とか例えば骨折熱挫とか治すとかの話ですよ。腫れを取るとか熱を取るとか、だから話別なんだけど、はい、トレーナーやっぱり大事なものっていかに 100% パフォーマンスに近づけるかっていうのがやっぱり大事だと思う。その辺はすごい意識はしてるかな、うん、そんな感じやね、はい、うん、で、まあ、今後どうしていこう。そうですね、だからまあ雷神とりあえず、まあ、でこのまま連勝して、うん、でとりあえずこう、まあ、メイン選手になれるような、うんうん、まだまだそのまだまだ端っこの選手なんで雷神で、そんなことないやっぱこう、まあ、4連勝5連勝してきたら変わってくると思いますし現状、うん、まあ、まあ、来年ちょっとこう勝負の年、まあ、毎年勝負の年って言ってますけども、まあ、来年はもっとこう、うん、変わるかなってなんか自分で想像できますね。もうそうやね、はい、なんかもっとこう激闘な年になりそうな気がします。本当に朝倉兄弟白川陸斗、そうですね、やっぱこうなんかやっぱり朝倉兄弟の影に隠れちゃってるんで今やっぱ同じ道場事務所属でやっぱそこでやっぱ白川陸斗こうとして肩並べれるように、まだまだやっぱ肩並べてないんで、そこはやっぱ自分でも感じてますし、だからまあまあそこをね肩並べれるようにね、もっとこう大事にもっと結果出していきたいなと思ってます、ね、大阪もともと大阪河内長野出身で大阪なんで、大阪いっぱいね、まあ、みんないてるよ、金太郎とかも稲垣組みんなね、ちょっとなんか金太郎とか北方大地とかさ、何を言うんすか僕は。前田芳郎とか芳郎さん、ちょっとなんか言ってあげてよ。言ってあげて、言うことないですよ。ないか、ないっす。いやそんなことない。いやでも金太郎東京おいで金太郎待ってるね、今日治療中ずっと金太郎待ってるね東京おいで。何すかこれ。あ、ちょうどよかった、回しといて。ありがとう、ファインプレーや。ありがとう、今日出社や、初めて、初日や。ファインプレー、ファインプレー、マジファインプレー。見て、勝手に撮ったんだって。向こう、ありがとうございます。ありがとうございます、やった、めっちゃ嬉しい。ねこれ。うわ、すごい。キャマイの好きで聞いたの。そういうことや。あ、そういうこと。31勝利おめでとう。ありがとうございます。嬉しい、もういいっすか、取りましょう、食べましょう、もう